転車乗ってて手がしびれた話ですね。まあ長時間自転車乗ったりすることがあって、で夏ですね、夏、真夏で暑い時、大体ね真夏で暑い時は、日焼けすごいするんで、長袖を着てますね。生地の薄い長袖の白いシャツとかなんかを着て漕いでることが多いですね、夏はね。でまあ長袖だから暑いから水をね、そこからかけるんですね。夏でもね、シャツがびしょびしょに濡れてて自転車で風があるとね涼しいもんですよ。で日焼けも抑えられるし、ということでね、夏場はですね水をペットボトルに詰めて、それをね肩から腕とか首とか頭とかかけて自転車乗ってる、まあ暑さをね、和らげるということをやってました。そしてある時ね、長時間乗って家帰ってくると左手がしびれてるんですね。正確に言うと両手がしびれてるんだけども、まあ、両手のしびれはね、長時間乗った後にこの、ハンドルを強く握りすぎて手のひらがしびれてるとか、そういうことはよくあるんだけども、特に左手がねその時は、しびれがひどかったです。今までないぐらいのしびれ方で、じん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 しびれてって、まあでもそれはね、ぐいぐいこいだからとか、ちょっと力を入れすぎたとか、ちょっとね筋を痛めたとか、そういうこともあり得るんで、まあその日はね、もうそのまま寝ました。で次の日になっても左手はだいぶしびれてましたね。右手はねだんだんだん治ってきてしびれも引いてきたんだけども、左手が特にしびれてる。で次の日もですね、その次の日も左手がしびれてる。どこがしびれてるかっていうと、左手のね小指の付け根から小指全体、それから小指のサイドですね、あとはまあ、手のひらの中心部が少し、そこを中心にして、まあ、小指の付け根ぐらいを中心にしてしびれが引かない。1週間経っても引かなかったですね、しびれが。まあ徐々に小さくはなってくるんだけども、明らかにしびれていると。でこれまずいなと思って、そこからさらに1週間2週間ぐらい、まあ、正確に言うと1ヶ月ぐらいするとですね、ようやくしびれが全くなくなりましたね。まあ良かったと思うんだけど、原因がよく分かんなくてね、なんで手がしびれたか、まあ、一つには圧迫ですよね。こう 神経を圧迫してハンドルをね強く握りしげたしすぎた、それによるしびれが左手だけ起こった。まあ両手使ってますからね、左手だけその時だけしびれるっていうのはちょっとありえない話は、そこは疑ってます。その原因一つだけっていうのはねちょっと違うかなと思ってますね。それからもう一つ、腕時計をね、左手にしてるんですね。腕時計のこう強くバンドを強く締めすぎて、それによって手首からこう神経を圧迫して、それが小指に出たということは、まああるなと。ただ腕時計をして、自転車乗るなんていうのは、まあ、大体いつもそうですから、その時だけ特別ねぐいぐい腕時計圧迫したわけじゃないんで、まあそれもちょっと理由としては弱いよね。理由としては弱い。腕時計のバンドの圧迫によるっていうのは、まああり得るけども、理由としてはちょっとなと。で最後に考えついたのは、腕時計って金属が、使われてますね。まあステンレスとかアルミとかそういう金属が使われてる。腕時計の本体もそうだし、裏蓋もそうですね。それからバンドの、その時は金属バンドじゃなかったけども、バンドの、こう留め金とかにも金属は使われてる。でその時に水をかけたんですね、両手の肩から
腕にまで水をかけたんで、水がですね、その何て言うかな、腕時計にかかってるんですね。うん、あるいはこの、長袖シャツが水に濡れて、それがその水分が腕時計にかかってると。うん、そうするとね、腕時計の金属が水によって、溶けて肌から染み込んだんじゃないかっていうね、考えを今持ってます。それによってまあ金属アレルギーがね、起こったと。私は金属アレルギーっていうのはないんですけども、まあね、そこだけなるとか、まあちょっとそれも弱いんで決定的ではないけども、まあ、以上のような理由を考えてます。まあ、とにかくね、なぜ、小指だけその時だけ1ヶ月も、痺れたのかは今もって不明です。